カメラ開いてズームして引く。これを毎日2時間。そしたら今回は式を読んでいくんだけど、式って知ってる？有名どころだとなんかバルファルクが出るんじゃないかとか、そういうことが書いてあるやつなんだけど、それぞれのマップに10個あって、で、マップの隠しエリアに旗が立ってるんだよね。まあ、旗っていうか式なんだけど、その旗です。こんな感じでずらーっとなんだろう、日記みたいな感じだね。まあ、日記ですが、式だ。なんで俺、いちいち式を旗とか言ったりわけわかんないこと言うんだ。読んでくよ。その地は流れる水が良い。水が良ければ土も良い。土が良ければ命が芽吹く。命の奏ででは祈りへ繋がる。はぁ。多くの神々がその地にはいた。しかし神々は人を寄せ付けなかった。人は遠くからその地の恵みを育んだじゃないな。これなんて読むかわかんないな。え？神々？これはあれか、風神雷神ってことか。なんてことはない。ある一夜、ゴロンと雷を誰かが鳴らした。夜が明けた頃、神々は姿を消した。ああ、これ雷神が雷を鳴らしてるんでしょ？ってことは、別のモンスターなんだけど、神々？いや、そんなのは今いないね。これ次回作のさ、ライズ G のラスボスの伏線じゃないの？恵みだけが残った地には人が集い始めた。やがて人によって多くの社が建てられ、さりし神々を崇め、弔った。人は安寧と恵みを享受した。日々は穏やかで、脅かされることはなかった。多くの祈りがその地を満たした。月日が経ち、なんだこれ、よりどころが変わるにつれ、人はおごりを覚え、恵みを軽んじた。次第にその地は汚れ、荒れ果てた。なんてことはない。ある一夜、ひるりと風を誰かが吹いた。終わりは突然舞い降りた。これ風神だね。そこに現れたサッターズの神々たち、怯え溢れる目を縛らせ、その地へ画線にとなだれ込んだ。あ？別にモンスターじゃない？これちょっとわからんな。どうか神々を、沈めと人は祈ったが、神々の防衛は収まらず、人はその地を、沈まらずか。人はその地を去った。繁栄の跡だけがそこに、虚しく残された。これが大社跡ってことだね。時は流れ立ち、社も祈りも朽ち果てた。やがて清らかな水と土が、またもたらされ、新たな命がその地に豊かに芽吹き出す。漢字むずくない？これ、神々っていうのは別に伏線でもなんでもないな。まあ、モンスターだね、普通の。怯え溢れる目を縛らせってことは、これ主モンスターになってきてるってことだね。主モンスターも風神とかにボコられて逃げてなんか怯えてるみたいな設定があるから、それだわ。さあ次は寒冷軍と、故郷を離れ、行く星しも。なにこれ。八重の潮路を越えた先、巨流の腹を貫きたるは、放たれた船の巨層。これはゾラマグダラオスと、激流層だね。山とも見まごう巨体が海に沈み込んだ。追い求めた祝宴の相手を打ち果たした歴戦の兵たちがたどり着いたのは、雪降り注ぐ、静寂じゃない、なんだこれ、なんとか弱なる浜辺なり。巨流の苛烈な反撃により船は二つに裂け、勝ち時を上げる余力すら残らず、兵たちは束の間の平穏に静かに浸る。一夜明け、目覚めた者ども青ざめる。浜に残る大きな爪痕、灰ずり跡。誰かが聞いた柔らかに響く子守歌。これ、イソネミ国だな。蓋夜明け、辺りを探りに向かった者が武具を奪われ戻って参った。誰かが見たぞ、濡れた包丁を引きずる影を。これ、あれだ、ごしゃはぎだ。三夜明け、皆恐れてこもる船の中、体の震えは凍えにあらず、誰かが言った、ここは化け物の海、化け物の島。これなんて読むんだ？十夜明け？気づけば周りを化け物が、なんとかす。船底をすりし爪の音が気づけば隣に迫り寄り、誰もが悲鳴を上げ、恐慌に陥った。十六夜明け、化け物の、なんとか縁。杉氏、あと、かつての勇士は見る影もなく、兵どもは皆、散り散りになった。なんか、かわいそうだね、せっかく。おっしゃ、ゾラマグダロス倒したぞーって、どこでこれなんだもんな。
化け物の群れを呼び寄せし、源は打たれてなお力あふるる。巨竜のむくろ忘れはせぬぞ、この痛みをば。これはあれだね。あの、ゾラマグダロスってエネルギーがやばくて、歩いてるだけでも、生態系に莫大な影響を与えるみたいな、あの、設定があるから、まあ、死体になってもそれは変わらずって感じなんだろうな。それはもしや、竜の呪いかもしれぬ。されど、船も巨竜ももはや語らず。長い旅の残照は、海行きに消えゆ。ああ、結局もう、誰一人として帰れなかったと。超かわいそうじゃん。帰れてたら英雄だったのにな。次は水没林だ。昔、アイリューが伝説の大魚を探しに水没林を訪れておった。その後ろには悪いメラルーもついてきておったのじゃ。大魚ってなると、化石カンスとか、ドスカジキあたりかな。そのうちアイルーが少し目を離した隙にメラルーはアイルーの荷物を盗んだのじゃ。残ったのは一個のこんがり肉のみじゃった。大阪のもさっぱり見つからず途方に暮れていたアイルーじゃったが、気づけば目の前に腹をすかせた蛇がおったのじゃ。あー、これはあれでしょ、ケツァルコブラのことでしょ。蛇はアイルーがこんがり肉を分けてやると蛇はとても喜び、こう囁いたのじゃ。猫さん、捨てると拾えるよ。え、どういうこと。何のことやらさっぱりわからないものの、アイルーが食べ残しの肉を川に投げると、なんと大量の魚が現れたのじゃ。あー、これはなんだっけ、あいつキガニアだ。伝説の大魚ではないものの、八切れんばかりの魚が手に入り、アイルーはそれはそれは喜んだのじゃ。これ殺されるだろ、キガニアじゃ。その一部始終をメラルーは見ておった。欲をかいたメラルーはこう考えたのじゃ。いっぱい捨てたらもっと取れるにゃ。メラルーは大量の肉をかき集め、それを全部川へ投げ入れたのじゃ。ところが現れたのは大きな口を開けた伝説の大魚じゃった。大きな口で水没林ってなってくると、ジュラトドスだね。たまらずメラルーは一目散に逃げ出し、その弾みで荷物を落としていったので、アイルーは盗まれたものを取り戻せたのじゃ。かくして大魚にも出会えたアイルは、助けてくれたヘビにお礼をした後、また新たな冒険へ出かけたそうじゃ。これあれだな、なんか日本昔話みたいだね。さあ次は砂原だ。かつてあるローカリウドが旅を続けていた。長い間離れていた緑豊かな故郷と、そこに残した思い人に再び会うために。勇猛果敢で鳴らしたこの身も、年月が流れ枯れ木のように衰えた。今にも倒れそうな老体に鞭を打ち、少しずつ歩を進めてきた。地図によれば故郷はもう目と鼻の先。しかし見慣れぬ荒れ地が広がっている。どうやらここを通るしかないようだ。襲いかかるモンスターから辛くも逃れ、この不毛の地を後にすることができた。あとわずか、もう少しで故郷に。あれから何回も経つが、一向に我が故郷にたどり着ける様子はない。地図に間違いはないはずだというのに、まさか。ある疑念を胸に、ローカリウドは旅路を戻り始める。行く先はかの荒れ地、地下へ続く道を見つけ出し、震えながら先へと進む。この建物には覚えがある。ここもここも、道理で見つからなかったわけだ。何もかも砂に埋まり、覆い隠されてしまってたのだから、話重っ。何か残されたものはないか。慰めのために、かつての二人の住処まで廊下流動が戻ると、壁面には思い人からの言葉が刻まれていた。え、これさ、これ老いたってことはもう何十年も恋人を置いて旅でしたってこと？それ大丈夫か？あー、これだ、バルファルク。赤い星が降り注ぎ、一族はこの地を離れた。私も故郷を離れるが、生き延びると約束する。いつか再びあなたに会えると信じているから。うーわー、重話。てかさ、これ赤い星が降り注ぎってさ、バルファルクの、鱗のことなのかな？なんか、ダブルクロスに、ダブルクロスの各マップに、バルファルクの鱗がこう落ちて採取できるんだけど、あれって全く大きくないんだよね。だから星って言ってるってことは、なんかバルファルクいっぱいいそうなんだけど。で、この文章でバルファルク来るんじゃないかって言われてるけど、まあどうだろうね。ゾラマグダロスとか絶対来ないのに名前とか出てるから、って感じだよな。あと、ワールドアイスボーンで、メインモンスターがこうダウンロードコンテンツで来たことないんだよね。出すならなんか普通にしれーっと次回作とかに出すそうな気がするけどな。GO が足ぐらいだね。ギリギリなんかこうメインモンスターっぽいの追加されたのは。ローカリウドは再び長い旅路へと歩を進み始めた。愛する者と己の定めがまだあると信じ、決して歩みを止めないことを誓いながら。
さあ次は溶岩洞だ。不毛な岩と炎、豊かな水と緑が並び立つ地。近年発見され溶岩洞と命名されたこの地の諸子体による大地理調査を開始する。この諸子体っていうのはまあなんかギルドのエリートみたいな、ギルドかなんかわかんないけどエリート集団だね。モンスターハンターストーリーズでも出てる。17日目、一通りモンスターや植生の調査を終えたが、なぜ相反する環境が両立するのか手がかりは未だつかめない。確かにあれ水と炎だもんね。途方に暮れ仰向けに倒れ込んだその時、かすかな振動が地面から伝わってきた。はじめは火山の影響だと思っていたが、19日目、何事にも理由が存在する。あれから振動の間隔を1日中計測したところ、規則正しい周期を刻むことが判明した。このような現象は決して自然には生じない。そこで私は以下のような仮説を立てた。この振動は何者かの脈動だと。38日目、脈動は徐々に強くなっている。募る気持ちを抑え実地調査の準備を行う。脈動の主は一体どのような姿なのだろう。え？脈動？思いつくのはあれぐらいだね。あのグランミラオスの心臓ぐらいだな。しかも水と炎でしょ。ちょっとグランミラオスの匂いするけどな。39日目、ここに来て緊急事態が発生した。大量のモンスターが突如現れたというのだ。非常に獰猛な様子で、宿営地も危険と聞く。護衛のハンターから退避の指示が出た。身の安全を優先してこの調査記録も現地に置いていかなければならないとは無念だ。この異変もあの脈動と関係があったのかもしれないが、確かめる術はもはやない。この状況では再調査も難しいことだろう。何？百竜夜行と関係あるわけないな。だって脈動でしょ。なるはたたたたた姫も、いぶしまきひこも、どっちもね、そういう脈動はないよね。まあ、あるとしたら、あの2匹の子供とかそういう感じなんだろうけど、そもそも百竜夜行自体さ、なるはたたたたたた姫がさ、なんか出てきたから怒ってるものだから、なんか違う気がするけど、わからんな。もしも私の後に誰かが続くのであれば、どうか、水際の洞窟の奥地の調査を頼みたい。私が求めたものがそこにはあるはずだ。これ何？これ何の伏線だ？確実に伏線なんだけど。もしかしたらそのいぶしまきひこと鳴羽たたたた姫が交尾する場所がその洞窟の奥地だったり。まあでも個人的にはね、なんかライズ G のラスボスの伏線とかであったりしても俺超面白いと思うんだけど。さあ最後、百竜夜行の式。俺たちが生まれ育った里は平和だった。息吹く角風が邪気を払い、安寧の炎によって光光と照らされていた。しかしある夜、里に暗雲が垂れ始め、まるで天が怒り狂ったような激しい風と雷が吹き荒れ轟いた。これ風神雷神だな。里の衆は語り継がれてきた祭歌を思い起こし、それを叫んと祈り歌う。沈め沈め赤島通風赤島稲妻よ。百竜夜行、それは古より続く大いなる災い。山を通ればあらゆる木がなぎ倒され、川を通れば瞬く間に干上がる定め。里さの源はじめ俺たち狩人は立ち上がった。武具を揃え、策を巡らせ、皆を鼓舞し、百竜夜行を食い止めんと守りを固めた。なお圧倒的な百竜夜行の防衛が迫り来る中、里の巫女も祈り歌う。灯火よ、どうか今しばし道を照らしておくれ。だが強大な力の前に里の守りは次第に崩れ、恩子竜により襲撃も相まって、とうとう百竜夜行を里へと侵入させてしまったのだ。昔のカムラの里のハンター弱いよね。マガイマガド討伐できたことも多分ないんでしょう。ちなみにね、マガイマガドは百竜夜行で逃げてるモンスターを食ってるだけらしいね。なんか、そう聞くとあいつめちゃくちゃ小物なんだよな。いやー、発売する前はね、なんかワンチャンモンスターを率いて逃がしてあげてるんじゃないか、みたいな考察してたけど、そんなことはなかったね。安寧の炎は途絶え、紅桜は儚くも散った。防衛の後、里長から託された宝刀の重みを俺に背負えるかなと、
背負えるのかと苦悩したこともあった。これあれか、今の佐藤さ不言の若い時の話か。だから里の衆の再起への誓いは灯火となって、まあどう戸惑う俺の道を明るく照らしてくれた。この里は強い、俺は一人ではなかったのだ。ならば俺もこの重みを喜んで背負おう。いつか再び来る百竜夜行に立ち向かうため、里の衆を導く新たな里おと里おさとしての席を。はあ、いや面白いな式。いやてかこの脈動がね、むちゃむちゃワクワクするね。あー、まあ間違いなくグランミラオスか、あれなんだっけ、そのナルハタタ姫と光彦の子供だと思うんだよな。それ以外は脈動はないね。流脈ならあるけど、脈動に関するモンスターはグランミラオスしかいないはず。はい、ってなわけで手記パーっと読んだんだけど、面白かったね。ライズシーンでもぜひ追加してほしい。さらば。